はい、皆さんこんにちは、こだまです。今回のプラレールでサスケは前回に続いて視聴者リクエストコースやっていきたいと思います。まずミニマガレール、リバースマガレールから始まっていって、ラッキー分岐ですね、ポイントで分岐していきます。そして分岐した先、場合によっては門番消しゴムが待っております。そして4つ目のギミックが積み木貨車ですね。かなり重い積み木を押して進んでいきます。そしてその最後の部分には傾斜ポイントレールが待っています。ここが難しいでしょう。そして6番目のギミックはわーい滑り台だ駅ジャンプということで、駅の上をジャンプしていきます。そして7番目はおなじみドリフトですね。ドリフトで貨車を押していきます。ぐーっと押していって、さあそして坂を登って最後のギミックは下り坂46度ということで、垂直落下のオーダーがあったんですけど、垂直はちょっと難しかったのでこうなりました。さあまずはドクターイエローの挑戦から見ていきましょう。さあ進んでいきます。そしてターンして戻っていきます。さあ消しゴムを、おっとここで脱落してしまいました。さあ2代目の挺戦車は火の鳥です。久々の登場になりましたが、火の鳥どうなるのか。さあ進んでいく。さあ今回はこっちを進んでいくことができます。さあ押していく押していく。さあ順調に押していくと、おっと惜しかったですね。さあラピートの挑戦を見ていきましょう。ラピートがすがすがしく進んでいきます。実物もそうですけど結構迫力ありますよね、この色合いという感じで。さあしっかりと消しゴムを弾いていきました。さあボディの形が優位に働いたが、あっとここでは不利に働いてしまった。成田トーマス、さああっと、さあ続いて7代目の挑戦者アルファ X を見ていきたいと思います。さあ進んでいきます。さあ押していけるか、おっと順調に押して倒していった。素晴らしいプレーだ。さあジャンプも華麗に飛んで、さあドリフトに進んでいく。あとは華麗にドリフトを気持ちよく進めるだけだったんですが、惜しかったですね。さあ進んでいく。おっと頭が痛い、頭にぶつかった。おっと倒れてしまった。出せない。さあ N700S 確認試験車、やはり実力がある、しっかりと押していくが、挟んで、あーっと倒れてしまった。さあここに来て京急、前回お休みだった京急が復活してきました。いやーこれは期待がかかりますけれども、最近の京急はそこまで調子が良くないように見えますが、おっと消しゴムをしっかりと、この四角いボディでどうやって消しゴムをしっかり弾いていったのか。さあそして貨車も正確に押しているが、あっと倒立してしまった。さあやはりこの男に我々は頼るしかないようだ。最終走者になります阪急電鉄。さあターンして回っていく。さあ消しゴムに差し掛かっていく。おっとマジか。ということで今回の優勝はアルファ X になりました。おめでとうございます。ということでウィーニングランの方を見ていきましょう。さあドリフトで進んでいくアルファ X、 進む。さあ組み替えて、おっと今回面白いギミックがいっぱい出てきて楽しかったなと思います。またこういう企画やりたいなと思っています。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。